大道芸人は路上を目指す。決して舞台になど上がらない。炎天下だって氷点下だって衣装はいつだって同じだ。赤い着物で踊り狂えば世界中の車が交差点でブレーキを踏む。パリまで行く。だけどランピア劇場に出るわけじゃない。名前もわからない街角に自分の劇場を建てるのだ。大道芸人の天使の言葉は世界中で使える共通語なのさ。雨の降る日には部屋にいて残った小銭を数えてみる。数える小銭がなくなれば路上でまたゼロから踊るのさ。大道芸人という職業があってもいいじゃないか。職業が一つ消えるのは悲しいよ。タクシーに乗ったら路上までと言おう。飛行機会社は架空のチケットは売らないだろう。大道芸人はとっくに先回りして雲海で芸を披露して街に涼しい夕立が降る。花びらが包帯のようにほどけ始める。